ヤッコ草科は、騎士植物に属する寄生植物の都が、葉力草を持たない全寄生植物で森林のシイの木などの根に寄生する。ヤッコ草は、高知県で発見され、牧野富太郎により命名された。短い地上茎に、数枚の小さい葉が大成し、先に花が誕生する。ヤッコ草とは、大名行列のやつに見立てての命名。 他の数族の前期性植物とともに、ラフレシア化に含められることも多かったが、これらは多系統であることが、分子系統解析により明らかとなった。薬庫相続は、APG 植物分類体系の初期の版では、所属不確定とされていたが、第三版では筒じ目に含めている。日本では、九州、四国地方に分布し、徳島県を北限とする。 天然記念物に指定されているものもある。一族二種だけからなる。AB ミトラステマナッチマキのトラーピコスミズーリボータニカルガーデン4200万2192012年7月7日閲覧ミトラステマナッチインテグレーテッドタクセナミックインフォメーションシステム2012年7月7日閲覧ミトラステマナッチ ナショナルセンターフォーバイオテクノロジーインフォメーション徳島県立博物館ありがとうございます。